こんにちは。こんにちは。小原です。伊佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。昨日は、はい、萩原先生の、そうですね。ね、楽しかったね。本当ね、うんうんうん、まあ40人ぐらいの方がね、そうですね、来てくださってね、うん、うん、まあ。あのちょっと場所分かりにくかったけどな、池袋で。そうね、まあ私たちさ、あの貸し会場を借りてやってて、うん、今池袋でね、何か所か使ってて、どこが一番使いやすいかったな、うん、うん、ちょっとチラシで住所間違ったっていうねそういうハプニングもあったけどな、うん、うん、まあね、本当申し訳なかったけど、うん、それで催眠療法ね。そう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 、催眠ってね、どうなんだろうね、今馴染みはまだまだないのかね。だからあの例えばね、スピリチュアルな世界でいうと、うん、ヒプノセラピーっていう方が分かりやすいかもしれない、うん、あ、そうなの、うん、ヒプノはそのヒプノの教会があってさ、うん、やってることは同じなんだけどさ、うん、だからでも萩原先生はどっちも使えるんだろうけども、うん、先生は基本的には催眠療法っていう言い方をしてる、ね、まあそうだね、うん、うん、まああのあれもあってね、ワークというかさ、うん、実際に誘導してもらったりしながらな、そう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 、うん、デモもやっていただいて、うんうん、お願いしまして、はい、やってもらいました。そうだね、うん、うん、あれは潜在意識にアプローチする方法だよね。そうそうそう、うん、うん、だからまああんまり潜在意識でカチカチになってる人はなかなかいけないんだよな、うん、な、うん、うん、まあ、どこまでその、潜在意識と潜在意識の扉が、うん、ね、うん、自由に開くようになってるか、うん、行き来してだから普段から行き来してるわけで、私たちは、うんうん、意識しないでです、うん、無意識のうちに健在意識と潜在意識をこう行ったり来たりしてるわけだけれども、うん、それを、まあ、何かの答えを欲しくてとか、うん、知りたくて潜在意識の扉を開けたいわけだよ、うん、私たちは、はいはい、うん、それがいかにスムーズにいくかだよね、うんうん、そうだよね、うんうん、だその、まあ、あるテクニックっていうか、それに慣れるってことだよな、うん、その催眠を受けながらな、うん、で潜在意識ってこういうもんなんだっていうことをね、うん、ある程度分からないとさ、うん、うん、な神様の啓示みたいに来るわけじゃないからな。そうなんだよね、うん、漠然と何かくださいっていうのじゃなくて、私はまあ実際サロンでも接触するんだけれども、うん、例えばじゃあ今こういうことが困っていると、うん、じゃあそれのヒントがもらえるといいなという気持ちで、例えばそういうふうに入っていくとかさ、うんうん、そういうような流れで作ってくるんだよね。うん、だから自分のこう頭の中に浮かんでくることっていうのは、うん、やっぱり何か根拠があることだからな。そうそう、うん、勝手に自分が妄想してるって、それは勝手に妄想してるかもしれないけれども、妄想する根拠があるんだよ。そうだよね、うん、で、うん、妄想する、まあ、種があるというか、きっかけがあるというか、何かがあるからそれが浮かんでくるわけで。そうだよな、だからこれ前から言って、うん、そうあれな、意識が発生する 0.35 秒前に何か違う力が働いてるっていうことがな、うん、これあのきちんと言われてるわけだからさ、うん、その0.35秒前の何かが、これが潜在意識かもしれないし、潜在意識と言っていいんじゃない？なんかこう働きかけてきてるんだよ、うん、その自分が何かを思うということに対して何かが影響を与えてきてる、うん、ということだよな、うんうん、だからその潜在意識って、例えば自分の、あの、なんだろう、うん、自分のことだけじゃなくて、この集合的な無意識っていうの、うん、人類の全てのさ、うん、そうだよな、それも全部入ってのことだわけだから。そうだな、そういうことだよな、うん、だからそういえば、例えばアダムとイブがさ、うん、あのね、作ったという、そのそれも含めて集合的無意識の中に、そうだね、含まれるわけだからさ、そう、だからなんかこうしようって思ったことっていうのは、何かこう自分を動かしている力の影響があると、そうそうそう、いうふうにして意味を感じればいいんです、そこにな、本当にね、ああこんなこと思ったって、こんなバカバカしいと 思うんじゃなくてな、うんうん、なんかあってこれ思ったんだなっていうことだな、うん、うんうん、まあ、でもああやって、催眠療法を受けることによってね、うん、まあ、潜在意識と、うん、つながって、うん、まあ、そういうとこからハッとなんか思うことが、ね、あって、うん、そこからこう、生命力というかな、うんうん、生きる力がこう湧き上がってきてね、うん、でそこから病気から治っていく人もいるわけだからさ、うんうんうん、だからお前の面白い方法だと思うね、うんうん、いいと思う、すごく、うん、だからやっぱりね、まあ、心ってやっぱり難しいからな、心ってコロコロ変わるから心だって言うじゃん、うん、なあ心ってのはもう始終こうちょっとした影響でガラッと変わってしまうからね、うん、だからそのどうアプローチするかっていう、うん、その、方法論もすごく大事だしさ、うん、常に何かの形でアプローチしてないとさ、うん、いけないかもしれないな。でも実はそれ常に行われてるんだよ、私たちがその、うんうん、
いや何もしていないって言うかもしれないけど、うん、でも実は本当はしてることであってさ、うん、夜寝てる間だってさ、うん、何が行われてるかとかって知らないわけじゃん、うんうん、そうだよね、うんうん、それをある程度意識してするとまた違ってくるからな、うん、もちろんだからやっぱり大事にされればさ、うん、だから嬉しいでしょ、うん、ほっとかれるよりも大事にされたら、うん、僕大事にされたなって思うじゃん、うんうん、それと同じように心だって常にそういう形で見てくれたら嬉しいわけじゃん、うんうんうん、そうだよな、うんうん、昨日その誘導を受けててさ、うんうん、ね、俺ふと思ったっていうか、まあこれ浮気上がってきた、うん、ね、言葉っていうのはさ、うん、あれだったな、完璧というのは、うん、決して自分が全てのことをできるということではないっていうな、うんうんうん、そんな風なことだったよな、うん、そうだったんだ、そうだから、まあ、完璧、全て完璧なんだけど、うん、完璧なんだけど、うん、うん、そうなんだよ、全知全能っていうことではないっていうことよ、うん、な、うん、だから例えば人に何かを頼むこと、うん、やってもらうこと、助けてもらうこと、うん、これも含めて完璧なの、うん、な、うん、うん、何でもかんでも自分でやっちゃうことじゃないってことよ、うん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 、そういうことはあれだったわけだ、そう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 、そう、うん、まあね、あの中にも何人かね聞いたんだけども、こうなんつったらいいんだろうね、なんか見えましたとか感じましたとか、なんか背中が温かくなったとかっていろんなね、うん、反応が出ていて面白かったなと思うし、うんうん、またああいうふうにこう集団でやるのと、うん、まあセラピストと、まあ、1対1でやるのと、うん、また全然感じが違うしね、そうだね、いろんなのちょっと体験していただいたら面白いかなと思って、そうだね、うん、それとあとまあ懇親会ね、うんうん、盛り上がったね、3時間あっという間だったね、そうそう、うん、ああいうふうにね、うん、まあ飲んだり食べたりしながらさ、うん、まあ、知らない人もいるし、うん、知ってる人もいるし、うんうん、ワイワイと喋ってるってのはいいよな、うんうん、そうだね、なんか楽しそうでなんか面白かったね、あっちがメインだよな、本当にな、いや、それはちょっと違うんじゃないのだから、萩原先生の素敵なお話があったから、ああいうふうな、なるわけで、そう、もちろんそうだけどさ、うんうん、でもそのそういうお話があったね、後の、うん、懇親会っていうのはまた本当に、うん、一気に盛り上がるからな、うん、うん、だいぶに何かやっぱ人と人が関わるっていうのがさ、うん、ね、大事なことなんだよ、いや、そうと思うよ、うん、いや俺は一人が好きなんだって、いや、それ違うでしょって、うん、そういうふりをしてるだけであってさ、そうだよね、やっぱり一人では生きていけないわけよ、そうなんだよ、うん、うん、だから本当ああいう形でさ、うん、うん、あれはもうちょっとなんかもっとこう、人との関わりを、うん、関わるチャンスを増やせればなっていう気もするけどね、うん、うん、だからほらね、去年ほら富士見野のサウンスマイルさんのさ、ご厚意でこう、うん、バーベキューとかさ、うん、畑の見学とかさ、うん、やらせてもらったじゃん、うん、少人数だけどさ、うん、やっぱああいうのもこう私たちもね、自分たちでこう案内できるようにさ、うん、なんかそんなのもいいかもしれないし、うん、ね、そうだな、うんうん、ただ集まって、まあ、もちろんそのただ集まってさ、ワイワイやってもいいんだけど、うん、それにやっぱりなんか一緒になんかこんなことも勉強してみないとかさ、うん、そうそう、やってみないとか、そこからなんか生まれてくるものがあると面白いよな、うん、うん、こんな感じで言ったらいいんじゃないの、そうだね、うん、で今度は西本先生な、そう、3月21日21日な、うん、3連休だ、そう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 、な、確かな、うん、その3日目だけど、うん、いいね、321だね、本当だね、うん、カウントダウンだね、うん、いいじゃん、うん、321ドッカーンでなんか生まれるよ、きっとその日、本当だね、うん、うん、じゃあ西本先生にね、大いにね、はしゃいでいただいてね、盛り上げていただいて、言わなくても大丈夫、大丈夫な、3月21日も池袋、そうですね、また昨日と違う会場なんですよ、あ、そうだね、うん、うん、まあ、西本先生はね、やっぱ自分がやっぱり大病してきた体験があるっていうのはね、大きいよね、ああ、うん、本当に苦しい思いを何でもしてたんだからな、うん、だから、まあ、病気をね抱えてる方にももちろん聞いてほしいけれども、うん、その病気の人を今自分のそばで介護してるとか見て、うん、こう何もできないみたいにこう辛い思いをしてる人、うん、そういう人でもね、ぜひ参加してほしいなと思う、そうだよな、うん、うん、本当にそうだ、うん、だから本当に自分が体験したから、本当に一生懸命にね、うん、悩んでる人たち、苦しんでる人たちにね、うんうん、医療を施してるわけだ、うん、な、うん、うん、でそれもさ、ああいうふうにこう、
軽い感じでさ、うん、みんな盛り上げながらさ、うん、ね、うん、頑張ってやってくれてるからな、うんうん、まあ、あの人の話を聞いてると、あの先生の話聞いてるとね、うん、なんかこう涙が出てくるようなね、うん、ところもあるし、うん、笑いながら涙を流すって感じだな。一番いいんじゃん、うん、他だよ、ジョーカー、出るもの何でもいいんだから。そういうことだよな、うん、3月21日な、はい、321、何かが生まれます。321ドカーンっていうのをあれにしようか。はい、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。